カンプチア人民共和国は、ベトナム軍によるカンボジア侵攻で民主カンプチア政権が崩壊した後、プノンペンに成立した国家。ベトナム軍の撤退とともに、カンボジア国と解消した。カンボジアでのポル・ポト派の独裁による、都市住民の地方農村部への強制移住や大量虐殺は、隣国ベトナムへの大量の難民流入をもたらしていた。 さらにポルポト政権は、バチュク村の虐殺など、ベトナム領内の村で大量殺戮を行い、ベトナム政府と対立するようになった。ベトナムの支援により、カンボジアの難民は、カンプチア級国民族統一戦線を発足させ、1978年12月25日、ベトナム軍と共にカンボジアに侵攻を開始、ポルポト政権は崩壊した。 カンボジアの実質的な統治権を担うこととなった、旧国民族統一戦線は、カンボジア人民革命党を再建し、1979年1月10日に、ヘンサムリンを原始とする、カンプチア人民共和国が成立した。カンボジアは、ベトナム軍の力によって、ポルポト政権の恐怖政治から、やっと解放された。しかし、親ベトナム国民と反ベトナム国民の対立は、 深刻なものとなった。1982年7月25日、ポルポト派は、同じく反政府のシハヌーク派、孫ン,ン派とサンパ連合、民主カンプチア連合政府を成立させた。国連で、中華人民共和国と、アメリカ合衆国や日本などは新政権を、ベトナムの傀儡政権とみなして承認せず、ゲリラである民主カンプチア連合政府に、国連の議席を維持させ続け、 カンボジアの復興は立ち遅れた。ソ連が、後ろ盾となったベトナムが支援するヘンサムリン政権と、米中の支援するサンパ連合の間で続く内戦は、国際社会の代理戦争の様相を呈した。カンプチア人民、共和国国省カンボジア国国旗カンボジア国国省1987年から、冷戦構造が解消し、ソ連の崩壊が進むと、 中国とベトナムとの関係も改善に向かった。1987年12月フランスでヘンサムリンとシハヌークの個人会談。1988年7月にはジャカルタで初めてヘンサムリン政権とサンパとの間での会談が持たれた。1989年、カンプチア人民共和国はカンボジア国と解消して国旗、国家と軍旗を変更。九月には ベトナム軍が完全に撤退した。1990年9月には、シハヌークを議長とし、ヘンサムリン政権6名、孫ン,ン派2名、シハヌーク派1名、ポルポト派2名からなる、カンボジア最高国民評議会の設置と国連による和平案の受諾が決まった。1991年10月23日、アンタックの設置を謳った、 カンボジア紛争の包括的な政治解決に関する協定が紛争当事者4派と関係18カ国により調印された。アンタックの統治の下では SNC はカンボジア唯一の合法機関とされたものの助言に止まりアンタックが実質的な政府の役割を果たした。ポルポト派の実が武装解除に応じず武力衝突が続いたものの 1993年5月に総選挙が行われ、1993年6月にカンボジア暫定国民政府が発足、9月にはシハヌークを国王、ラナリットが第一首相、フンセンを第二首相とするカンボジア王国が正式に発足した。ありがとうございます。